それで話があるんだって。不在中、エレウシス専用の周波で奇妙な通信を受信しました。エレウシス、前は検知できなかった副次機能のことか。そうです。通信速度が遅かったので、初めはバックグラウンドの予期せぬデータ程度にしか思いませんでした。ただその不規則性に気づき、時間をかけメッセージを解析しました。それじゃあ座標の位置に行って送信源を調べるよ。たった一人でか。はダメだね。アーロイ、さっきは驚いたよ。バールとエレンドが急に入ってきたから。協力を受け入れてくれてよかったです。出発前に話しておきたいことはありますか？コターロはどうしてる？腕を失ったことによるショックは非常に大きいはずですが、彼自身はそれを口にしません。彼が望むならば回復のお手伝いをできるかもしれません。そうか、きっと喜ぶと思う。バールとゾウは一緒にいることが多いな。確かに、イニシエの世界のデータからゾウは菜食主義というライフスタイルがあったことを学んだようです。彼女はウタル族の生き方に通じるものがあるとして、バールにもそれを試すように勧めました。それでどうなった？意見は合わないと納得したようです。またな、ガイア。それではまた、アーロイ。さて、何が見える？良いと思います。そうか、後で見てみるよ。どこで見てるんだろう。誰かさんの部屋になったみたいだな。そこはバールとゾウの部屋です、アーロイ。自分たちだけの空間が欲しかったようですね。なるほど。アーロイ、その箱に物資を入れておいたから自由に使って。ああ、だったわ。ホログラムだ。ガイア、データは失われたんじゃないのか？装置を改良して、あなたが外界で得たデータを保存できるようにしておきました。シャトルだ。ファーゼニスの発射場で破壊したのと似てる。バールは宇宙旅行に興味を持ってたから調べていたんだろう。信じられない。
あ、扉が解錠されてる。エレンドとコターロのものが運び込まれてる。ガイア、この部屋は何だ？管理センターのスタッフのために用意されたレクリエーションルームだったようです。残念ながら娯楽用モジュールはアポロのデータとともに失われています。残念だ。データがあるの。この部屋は何なんだ。バールはお前と学べてよかったな。一人だと大変だし。だいぶ慣れたようだな。ガイアからこの施設について聞いた。テラフォーミングシステムというものが復活した暁には大地の神々のようにこの星を育てるって。そんな施設がこんなに無機質だなんて変な感じがするけど。気になる情報はあったか？アイテルが戻ったことで確認できるデータがたくさん増えた。ストームバードのような機械がかつては空を癒していたなんて。子供の頃はとても怖かったのに。正直今でも雷は苦手。でもガイアは目的があって作ったはず。ああ、それにヘファイストスが戻ればストームバードもおとなしくなる。コターロとは話したか？ほんの少し。テナークスはよそ者に興味を示さないから。だから彼を仲間にできたあなたはすごいなって。エレンドとも打ち解けられたか？もちろん。彼はバールの友人だし。騒がしいのがたまに傷ね。よし、私はもう行くよ。ガイアの種子が出している信号を調べているって本当？まあな、違う可能性もあるけど。気をつけて。ああ。アロイ、調子は？どうやらいろいろ質問がありそうだな。いや、
敵についての話は聞いたぞ。そしてここの写しへ。あのガイアという存在にもあった。それとこのもらったフォーカス、まあまだよく分かっちゃいないが、学ぶ準備と戦う準備はできている。心強いな。ここにいるみんなと話してみてどう思った？正直ウタルがここにいるとは予想していなかった。農民はそもそも戦いに向いてない。でも彼女は部族を率いてカージャと戦い、焦土の光まで行ったらしいぞ。そうなのか。考えを改めねば。私たちが戦う敵について何か聞きたいことは？正直言って信じがたい存在だな。天から来て、しかも無敵だと。今はな。戦略はお前に任せる。とにかく存分に戦えれば俺は満足だ。何を見ているんだ？フォーカスの記号の見方をみんなが教えてくれた。それでお前が使おうとしている武器について理解しようとしている。要はヘファイストスはガイアの命に従う機会を作り出せるのか。ああ。何体だ？いくらでも好きなだけ。そんな力想像もつかんな。お前はもともと空の一派の一員で巨壁に住んでいたんだろう？そうだな。それだけか？わかった、話してやる。親が一派の争いで殺され、俺は軍隊に育てられた。成長した俺は優秀な戦士として知られるようになり、テコーテは俺に興味を持つようになった。奴と共にカージャと戦い、軍隊を率いて恐れの谷さえ登った。そして俺が焦土の光の門を東から開き、砦を落とすことができたんだ。それは噂になったろうな。まあ英雄として凱旋でき満足だった。なぜ離れた？勇士になったからな。なぜ空の一派を離れて勇士になった？テコーテが俺をカルラットに送り込んだんだ。奴の言うことなら何でも従った。父親のように思っていたからな。俺を恐れる奴の眼差しにも気づかずに、奴は司令の座を奪われるのではと恐れていたのだ。俺は焦土の光の英雄だったが、奴には脅威でしかない。あれ以上の地位を俺は決して望んではいなかったというのにな。なぜカルラットに送れば脅威でなくなると考えたんだ？もしも俺がカルラットを生き延びられれば、一派を捨て部族全体に仕える身となるからな。そうなれば司令に挑むことも不可能になってしまう。焦土の光の勝利の後、テコーテは皆に言った。俺のような良き戦士をヘカーロの勇士として仕えさせないのは身勝手であると。俺に一派を離れる気がないのを重々承知した上でな。追放さ、名誉に見せかけてな。そうすれば拒否などできはしない。だから一派を捨て勇士になったんだ。お前も苦労してきたんだな。気にするな。当時は辛かったが、勇士になってよかったと思っている。巨壁にいた時に衛兵が話してたな。天の翼のことはヘカーロもカルラットで言っていたし、デッカも言ってた。何なんだ？樹海の写し絵に記されているんだ。天が翼を持った機械に乗り、そして戦場へと舞い降りる姿がな。それを持つことは究極の武勇の証とされているがゆえ、カルラットの挑戦者は闘技場に飛び降りる。幼い時は幾度も夢に見た。空を舞う自由と、それが生む畏敬の念をな。
お前が私たちに加わると聞いてヘカーロは何て？お前は樹海で逆族を倒し部族を団結させた。そのようなものに使えるのは当然だと。そうか、最高の勇士を預けてくれたことを光栄に思ってる。そうか。もう行くよ。部族の様子が気になるときは遠慮するな。出入りは自由だ。分かった。小耳に挟んだが、バールとエレンドがお前についていくそうだな。俺も同行しようか。お前はゾウと一緒にここを守っていてくれ。了解した。お前に天の加護を。